半分当事者だけど半分専門職同士だから聞く耳持ってくるがなんかこう結構ね中途半端だなって思うんですけど、中途半端さが逆にどちらにもこう影響を与えれるっていうなんとなく思ってます、うん、やっぱ当事者さんってちょっとこう言語化しにくいこと、当事者セラピストっていうのは、まあ、言語化していく翻訳活動って当事者の発言ってエビデンスがないよね。そのみんなの主観的な体験とか発言集めちゃったらデータになっちゃう。社会の側の障害について気づけるような、でも完全にはなくならないけど、どうやったらなくなるかなとか減るかなっていう、そういう考えることと行動することを止めなければいいと思うんですよ、ね、うん、やっぱみんな諦めがちだから、そこで大丈夫大丈夫やってみようよとか、バリアちょい残しって、僕バリちょいバリちょいって言うと、バリちょい、バリちょいですね、はい、バリアちょい残しで、それをどういう手段をチョイスして解決するかとか。トリスマ、はい、というわけで本日は引き続き、はい、シャルコーマリートゥースっていう難病の当事者の山田隆さんに来ていただいております。で、撮影は引き続きユニバーサルピラティスさんの教室をお借りしてやっているんで、はい、まあここの教室の情報とかもぜひ前編でちょっとだけ喋って説明欄にも書いてありますのでチェックしてみてください。はい、すごい太陽がいっぱい入っていいスタジオだなっていうところでやっているんですけども、引き続き、はい、シャルコーマリートゥースだったり大山さんのことを聞いていきたいと思うんですけども、はい、現在の活動をもう一回ざっくりと。あ、そうですね、作業療法士としては、うん、重症心身障害児と言われる子たちの放課後等デイサービスなどで作業療法士として働いてます、うん、これから、専門職の医療福祉系の専門職の方たちの学校で非常勤講師やったりと、働いてる方のセミナーの講師をやったりとかっていうのが結構作業講師としては多いですね、うんうん、いっぱいやりすぎてるんだよね。あ、それ以外だと障害平等研修というイギリスで始まったDET と言われる研修のファシリテーターをやったりだとか、そういうなんか場作りだとか障害理解を深める活動とか、うん、あとは障害のある方がいろんなことにこう挑戦したいという気持ちをこう支える活動で、アウトドアに同行したりだとか、そういうイベントを企画したりということもやってます。アウトドア、僕キャンプ場の投稿してた時から気になるって言ってたんで、すごい気になる、はい、またみんなで行けたらいいなっていう、はい、行きましょう感じですけど、当事者セラピストっていうお話も前編でもされてたと思うんですけど、はい、これはなんか当事者の立場と専門性の専門職の立場をうまく活かしてなんかうまくつないでいく役割っていうのをされているっていう話を聞いてきたんですけども、その今の活動につながってった経緯的なもの、そのさっきもちょっと聞いちゃったんですけど、うん、当事者セラピストにつながってった経緯どんな感じでしょう。当事者、自分たちの、当事者性を持っている専門職たちが、自分たちの経験ってどうやって生かすか分かんないよねっていう疑問が結構こう集まってきたので、言葉を作ってみたと。当事者セラピストっていう言葉のもとにいろんな人たちが集まってきて自分たちの役割探ししてみようみたいな感じになったんですよね。で、言ってみたら結構集まってきてみんな興味持ってるなみたいなのが最初のところ で、はい、でそれはもちろんその当事者セラピストとされる人たち自身も自分たちのことがよくわからなかったし、周りの人たちもどうやって彼らを生かしていいかわからないみたいな、そういう関係性っていうのが結構浮き彫りになってきたのが結構初期の頃ですね、確かに当事者一人一人がなんか対策とかいろいろやってるっていう話は僕もいろんな当事者さんのお話を聞いていく中であるんですけど、それをなんか体系的にまとめたりとか専門的にいろんな事例を集めてきて考えるとかもなかなか難しかったと思うんで、それは当事者の立場からいろんな人の話を集めてきたり自分の立場も集めてきて専門ってなる部分に落とし込んでいくっていうのはすごい意義深いかなと思うんですけど、なんかその当事者セラピストっていう中でこれやっぱ当事者セラピストで考えてみてよかったなみたいなことってありますか。やっぱ当事者さんってすごく主観的でちょっとこう言語化しにくいことっていっぱいあると思うんですよね、なんとなくこんなことしてますとかなんとなく思ってます、そういうものが何なのかっていうのをこう自分の体験の中から当事者セラピストっていうのは、言語化していくっていう翻訳活動みたいなことが結構できるねってことがいろんな方が研究する中で分かってきたっていうところが一つと、あとは当事者の発言ってエビデンスがないよね。確かに。そう、それってエビデンスがないよね、言ってるだけだよねとか、あなた一例だけですよね、あなただけだよね一例です。でもそういうのって集めちゃったらデータになるじゃん。確かに。そう、そのみんなの主観的な体験とか発言を集めまくって
でそれを分析したらエビデンスになるんですよ、まあ、当事者研究ですけど、そういうのを当事者セラピストが主体的に当事者研究をやるっていうのって結構ご理にかなって。確かに近日の当事者セラピストいてほしいなって、うん、いるかもしれない。やっぱね、うん、います、うん、はい、そうですよね。みんなの記憶歴を知った上で、じゃあどういう対応したらいいのか、どういうリハビリしたらいいのかみたいのは全然あると思うので、であとはその、まあ、当事者セラピストが自分たちのことを研究すると、どうやら当事者たちにもその支援者たちにもどっちにも有力な情報っていうのが見えてくるってことも分かってきて、あ、なるほどね。なんか当事者目線でこれが大事だよね、はい、医療職目線でこれが大事だよね。例えばその、まあ、当事者さんたち、まあ、障害とか難病の当事者さんたちがどうやったらこう心をセッティングしていけるかみたいなルートを当事者セラピストの事例を通して提供することもあるし、あ、なるほどな、はい、それからこれってまた支援者側にも使えますよね、うん、支援者側にも当事者ってこういうことを思ってこういうニーズがあるんだよ、あ、なるほど、っていうのを専門職にも提示できる。あ、それでいうと僕も先月なんかリハビリ100人会議で喋ってって言われたから喋ったんですけど、うん、それも確かに僕の経験を話して活用してください、うん、僕のその何心の変化の仕方を見て、なんかみんなにもこういう伝え方したらいいんじゃないですかって言えたんで、うん、多分それをもっとちゃんと意識してやってるみたいな感じなんですかね。そう、あとなんだろう、当事者の発言ってやっぱエビデンスがないって言われちゃうんで、そんなに大切に取り扱ってもらえない場面って結構あるんですよね、うん、そういう時に僕らみたいな当事者のセラピストたちが発言すると、半分当事者だけど半分専門職同士だから聞く耳持ってくる、聞く耳、確かにそれ大事だっていうところもちょっと役割が、じゃあ通訳に言葉を変えたりとか、まあ、伝えるその信用力というか、そうですね、こう伝え方とかお作法も知ってるので、まあ、多分業界のやり方とかちゃんとね知ってるの、いや患者さん側とか当事者さんはもう、いや俺が困ってんだからやっけよみたいな、うん、なっちゃうけど、そこをうまくこういう伝え方するといいんだよ、大人の対応の仕方というかなるほどな、それちょっと面白いな。これ逆もあって、やっぱ専門職が伝わらんなーって思ってることとか、専門職がこれおかしいなって思ってることを当事者さんたちにこんなこと考えてるらしいよ、まずね持っていくこと、少なくとも同じ難病の方は聞きますもんね、はい、そうか、あ、そうかってな、うん、それはあるわ。なんかこう結構ね中途半端だなって思うんですけど、中途半端さが逆にどちらにもこう影響を与えれるかっていうのを僕はしてます。それでも大山さんがうまく立ち回るあれを知らないといけない。そうなんです。だからあの僕みたいに動く、もう活動してる当事者のセラピストさんもいるけど、やっぱりちょっとモヤモヤの方が大きい当事者セラピストさんもいるから、まあ、絶対当事者セラピストが万能かって言ったらそんなことではない。いや難しいですよね、逆に難しい、間に入るっていう、こうアイデンティティが増えちゃうから迷っちゃうと思います。できることもあるかもしれないけど迷うこともあるという中で活動されてると思うんですけども、はい、なんかそのどんな思いを持って活動しているかっていうところで言うと、うん、どんなところなんですか。まあちょっといろいろあると思うんであれですけど、うん、でも一番僕の中心にあるのは、やりたいなって思ってもやれない、だからこうやりたい思いが叶えられないっていうのは自分自身の体とか心のせいなのか、うん、それとも社会とか環境のせいなのか、うん、まあ、医療モデルとか社会モデルなんですけど、うん、そういうところで考えると、僕はやっぱり社会モデルで障害を解決した方がどんな人でも優しく社会に参加できると思っているので、そこのマインドは変わらないですね、まあ、その人がそのままでありのままで自分のやりたいことを社会で叶える、この流れができるのって、まあ、当事者もそうだし、当事者セラピストもそうだし、まあ、誰でも本当はできるんだけど、なかなか社会の側の障害に気づかない人が多いから、社会の側の障害を減らしていく。この社会モデルの話とか皆さんよくおっしゃっていますよね、うん、当事者セラピストっていう立場からそれってなんかできることってあるんですか、ね、あ、そういう、まあ、DT っていうのは、まあ、まさにそこの方だと思うんですけど、当事者セラピストって切り口からで言うと、やっぱりその専門職って、あ、セラピスト専門職が、そう専門職の専門性って何かって言ったら、やっぱり評価ができて、でそれを誰かに伝えることができて、さらに実行ができるっていうところが専門職だと思うんですよね。やはりその客観性っていうところの強みが絶対あると思う。でも当事者セラピストは主観性も持ってるので、自分の困ってることをじゃあ客観的にどうするかっていうところのこう相互活用みたいなところっていうのはやっぱり強みになると思うし、
し、やっぱ専門職のその客観的に評価できて、あの誰かに伝えれて行動できるっていうここっていうのは、あの当事者セラピストじゃなくても皆さん持ってるところだから、本当はここにね社会モデルっていうのがこう入ってくると、より社会の側の障害について気づけるようになるし、いや確かにね、そうそう、で行動できるかな。まあ、伝える中でやっぱ専門性のあるよ、でしかも OT さんっていうと多分今あるものでどうやったらじゃあ生活を良くできるのかって考えるものなので、そのじゃあ全部はできないけど、ここまでやったらこういう工夫してできるよねみたいなを見つけていけるっていうのももしかしたらあるのかもしれないですよね。その社会モデルを具体的に導入するときにちょうどいいやり方を考えるっていうのは、うん、すごくまさにつながる部分なのかなと、ね、社会の側の障害って多分完全にはなくならないと思うんですよ、うん、でも完全にはなくならないけど、どうやったらなくなるかなとか、うん、減るかなっていう、そういう考えることと行動することを止めなければいいと思うんですよ、うん、やっぱみんな諦めがちだから、そこで大丈夫大丈夫やってみようよとか、とりあえずやってみたらこんなになったよとか、うん、そういうのがこう広がっていくことがすごく大事だ。確かに。だからトリちゃんが空飛ぶのも、僕が車椅子で海入るのも、DT やるのも作業療法やるのも、もう全部手段、そういう手段があのみんなに広がっていくといいな。手段があるよっていうのをね伝えていけて、はい、またねリハビリする中でじゃあそのこれやりたいよねっていうところにやり方一緒に考えていきましょうみたいなのも目標にもなるし、空飛ぶね、鳥ちゃんが空飛んだみたいに僕も空飛びたい、じゃあどこをどう鍛えたらいいみたいなこともきっとこれから出てくる。でここは鍛えられないからちょっとなんか一緒に考えて、他のもので考えよう。ああいいですね、そういうこうマインドがある人が増えるといいなって思った。素晴らしい。いやそれは僕も思って、僕が何かやること、もう僕はもうアクティビティに振ってくっていうのも最近ちょっと考えてはいる、僕が楽しいんでみたいなそのアクティビティじゃあどうするで、例えば OT さんとかね PT さんがちょっとアドバイザーで入るとかも全然僕はありだ。そっか、いやじゃあ OT さんとかそういうの多分好きだから、うん、ちょっとやりたいんですけどっていうのを OT さんに言うっていうのは一つ、そうですね、なんか頑張ってくれそうだなみたいな、ね、あのそういうの好きな OT さんいっぱいいると思います、うん、いろいろとやりたいときはリハビリの専門職も入れるっていうこの、うん、それがすごくいいと考えていきたいと思います。僕も知り合いで結構多いし面白がりそうな人も、うん、っていうのはやっていきたいなと思うんですけども、はい、今後やっていきたいことをちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、はい、今後の夢とかやりたいこと、まあね近いものから遠いものまであると思うんですけど、そうですね、これも僕ずっと変わんないんですけど、うん、僕はあの、まあ、手とか足とか不自由だけど、とにかくね外出たいんですよ。で、まあ、キャンプも娘たちと一緒に車椅子でキャンプ行ったりとかも時々するんですけど、いいですね、なんかそのバリアを楽しむ場じゃないですかキャンプって、うん、だからバリアって楽しめると思うんですよ。バリアちょい残しって、僕バリちょいバリちょいって言うんですけど、バリちょいバリちょいですね、はい、バリアちょい残しで、それをどういう手段をチョイスして解決するかとか、ね、で最終的にちょちょいのちょいだったよね、あバリアちょちょいのちょいだよね、バリちょいだよねみたいな、そういうキーワードを今みんなで言ってて、バリちょいっていうコンセプトの中で、僕は将来やっぱりキャンプしたいし、いやいいですね、まあ、キャンプ場で過ごしていたい、そう誰でもこうバリアが残ってるけどなんとかなるキャンプ場とかを誰かと一緒にやれたらいいなって、そういうコンセプトも、まあでもね、バリア残ってる方がコミュニケーションが生まれるっていうのはある種、うん、もしかしたらあるかもしれない。バリアフリーにしちゃった、キャンプ場がバリアフリーすぎると面白くないな、何にも面白くない。だってキャンプってそもそもが富士フィルを楽しみだってね、あれ引っかねえな、わざわざ女んで火つけたりしてねご飯が芯が残ったとか、うん、鳥の声で朝目覚めちゃうとか、そういうのが面白いから、じゃあキャンプ場のあそこに段差があったらどうしよう、ふむふむとか、そもそもキャンプ場のトイレどうしよう、ふむふむっていうのを、うん、なんかキャンプ場の人とキャンプ行く人がお互いこうすり合わせて、キャンプ場、まあ、キャンプ場っつってもどこまで不便かってキャンプ場によって違うから、そうなんですよ、バリアの度合いもまあまあいろいろあっても、うんうん、よいいけど、なんかのね受け入れてくれる心があればいいね、キャンプ場に関しては。まあね、あの環境が何ともならなくても人がいたら何となる場合もあるし、うんうん、アイテムがあればいい場合もあるし、もしかしたら根性かもしれない、いい感じのキャンプ用具とかももしかしたらできるかもしれないし、そういうのだから開発とかできたらいいなと。確かにキャンプ用品の開発いいですね。だから車椅子の人でも障害があっても、うん、それなりで楽しめるキャンプアイテムとか、はい、ちょうどよく楽しめ、キャンプ結構やっぱ好きなんですね。キャンプ好きです。最近車椅子に座ったまんまペグが打てないかって言って、担当の OT さんとペグ打ちたいですね。確かに自助具を開発してます。
あ長いハンマーみたいなのは、はい、内緒ですなるほどね、いや、いいと思います、すごくやってます。どれだけ簡単に薪割りができるか。ああ、やりたいですね、薪割り。僕も前キャンプ場、知り合いのキャンプ場行った時、薪割りやりましたけど、脳性麻痺の子が全然ヒットしなくてめっちゃ面白かっためっちゃうーんって当たんないんだよね。そうそうそう、めっちゃ頑張って割れた時のあの一体感だなっていうね。そういうのってやっぱ外だからっていうか、楽しい、バリアがあるからこそ。いや、毎日それはね嫌ですけど、そう、毎日だと困るんですけど、いや、いいです。仕掛けられたバリアみたいなところっていうのは楽しめる余地はあると。キャンプ場経営者になってるかもしれないですね。なってるかもしれない。でも経営ちょっと僕苦手なので、どちらかというとなんかこうプランニングとか、そっちがいいな。ちょっと会社とコラボしてできたらいいですね。はい、キャンプそんな好きなんだな。それでキャンプにあんなに。じゃあぜひ川口湖のキャンプ場にも、ぜひぜひ行かせてください。行きます。はい、ぜひぜひ行きましょう。ちょっとこっからだと遠いかもしれない。うん、全然行きます。いやー、楽しみですねこれから。はい、じゃあキャンプ場をやりたいっていうのが結構大きな。大きいです。キャンプ場やりたいって言ったっけ、分かんないけど。キャンプ場やりたい、うん、まあキャンプしたい。キャンプしたい。はい。今キャンプしたいっていうのもあったと思う。当事者セラピストとしての活動もこの先では何か考えてると思う。やっぱりその当事者性を持つ専門職の方って、まあ、自分の役割が見つけられる方と見つけられづらい方がいると思うんですよね。だからそういう当事者セラピストさんでこう迷ってる方だとか、ちょっとこう働きにくさ、生きづらさを感じてる人たちのコミュニティみたいなのはあると、皆さんより働きやすくなるかなと思うので、そういうのはやりたいですね。当事者セラピストの、コミュニティ、コミュニティ、まあ、でも今すでにコミュニティもある程度、まあ、ある程度はあるんですけど、まあ、もうちょっとこう体系化してやれたら、まあ、お互いにこう相互フォローし合えるかなという。確かに確かに、まあ、ちょっとそういうなんか勉強会とかね、うん、あったら参加してみたいとかね、交流会とかあったら。まあね、まあ、広い意味では自分当事者、みんな当事者セラピストなのかもしれないですし、うん、そこを自分の専門性をどこで持っていくかみたいなのはすごい考えていったらいいですね。なるほどなるほど。じゃあその辺も含めてキャンプ場と当事者セラピストのコミュニティ作りっていうところが、まあ近いところやりたいことというか、そうです、そんな感じですかね。はい、わかりました。僕もね、一緒に何かできることだったことを、いや、本当に何かやりましょう、思いますんで、はい、よろしく。今日もね、実はね、オフラインで初めてなの。そうなんじゃ、そう、実は初めて、初対面。そうそうそう最近そういうの多いけどこんな感じで今日あったんで、これを機にまた、はい、ね、ちょっと関係性を見てにしていろいろやっていきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ最後に視聴者へ何かメッセージ。視聴者へ、まあ当事者さんが多いのかな、多分今のところ。そうだな、なんだろうな、その生きづらさの原因を、まあ、自分の中に、自分の体のせいだって、生きづらさの原因は自分の中にあるんだって思ってしまう人結構いると思うんですけど、まあ、それもあるかもしれないんだけど、でももしかしたら社会とか環境とか周りが変われば、そういう生きづらさってちっちゃくなるかもしれない、うん、だからその、まあ、自分のことをこう責めるとか自分を変えるんじゃなくて、周りに対しての働きかけだとかアクションっていうのが皆さんもこう少しできるようになるといいのかなって思ってるので、僕はそういうのを支えていきたいなって思います。そうですね、まあね、アクションするとか外に出すって言ってもきっかけがいるん で、 そ う、 です、ね、そういうきっかけに当事者の立場、セラピストの立場両方からなんか聞き出す役割っていうのをやっていていただけたらね、本当、うん、そういう人、だから皆さんはそういう人を見つけて、そうですね、なんかこう依存先を増やしてほしいなと思うし、うんうん、確かに依存っていうとちょっと悪いイメージあるかもしれないけど、はい、頼り先っていうか、頼り先を増やすっていう、増やしてもらって、うん、まあ、今のままでもいいんだよっていうふうに、自分は今のままでもいいんだってこう自己肯定してもらいたいなって思っています、うん、でまあね、そうなってった先にいろいろキャンプ行ったりとかね、はい、できると、エネルギーが溜まってきたらキャンプ行きましょう。まあね、エネルギーないときは無理しないっていう、はい、無理しないですけど、皆さん自分のやりたいことを叶える方法を誰かと一緒に考えましょう。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと最後に手だけ言っちゃったんですけど、はい、告知とか PR なんかある告知とか PR 僕とかないんだけど、はい、なんだろうな、もし僕キャンプ場を本当に作りたいなと思ってるので、なんかそういうバリアちょい残しのバリちょいキャンプ場作りたいって思ってる方はぜひアクセスしてください。僕にご連絡くれるか、はい、コメント欄にいただくか、はい、すればおつなぎしますんで、直接遊びに行きます。一緒に
あのバリアフリーキャンプ場、バリアフリーじゃないのか、バリチョイ、はい、バリチョイキャンプ場を作りたい方は、はい、よろしくお願いします。なんか告知 PR で本当になんか PR の多分初めてかもしれない。バリチョイめっちゃ面白いんでキャンプ場作りたいです。バリチョイ結構いいですね。はい、広めましょう。キャンプ場の人に言っておきます。お願いします。はい、じゃあそんな感じでバリチョイキャンプ場を作りたい人はコメントかメッセージ、何かでメッセージくれればいいのでよろしくお願いします。お願いしますありがとうございますはい、というわけで今日は前編後編で約1時間にあたり、はい、ダーヤマさんの話を初めてリアルで聞くことができました。本日はシャルコーマリー夫婦っていう難病の山田隆さんに来ていただきました。当事者セラピストとしてのね活動をこれからもね注目していきたいと思いますので続きよろしくお願いします。では本日は山田隆さんでした。ありがとうございました。トリスマ動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったよ、参考になったよという方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。